岡市とヤクルトさん、そしてエスパルスが共同事業として、まあ、健康っていうキーワードをもとに低年齢層の子どもたちに運動の機会を与えていくと、でまた保護者の皆さんと一緒に活動してもらうことで、運動の楽しさをより深く伝えていただくということを趣旨になります。ヤクルトさんは地域に、根付いている企業さんですし、またエスパルスも同じく地域と共に呼吸するというメインテーマがありますので、そういったところでタッグを組んで、より、まあ、静岡の皆さんにこういった活動を共に提供していきましょうという趣旨だと思います。みんなを元気に、お腹から元気に、 Go! Go! ヤクルトマン絶好調。みんなを元気に、お腹から元気に、 Go! Go! ヤクルトマン絶好調。遊び場というものが減っている中で、こういったエスパルスの施設を利用して、サッカーに触れるのはもちろんですけれども、さまざまな、身体操作性を高める遊びの活動を増やして、また運動できる楽しさとか喜びっていうのを感じていただければと思っております。